もう一度あの大舞台に立って、日置舞台っていうすごくいいところが、経験することができました。みんなでもう一度最後に笑えるように、今年1年頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、と深呼吸をお願いします。ちなみに明日は残りの3人決めてください。